こんにちは、プロレスディープです。今回は1980年代に悪役レスラーとして国内外のマットで大暴れした猛虎の怪人キラーカーンの話です。人気絶頂の時に引退して現在は居酒屋を経営しているキラーカーンこと小沢さん、引退して30年以上経った今でもどうしても許せないレスラーがいるそうです。そのレスラーの名はチョウ・シュウリキ。なぜキラーカーンはチョウ・シュウリキのことが許せないのか、二人の因縁を深掘りしていきたいと思います。スキンヘッドに頭頂部だけ毛を生やし、ヒゲを蓄えたその小わ表の風貌と195センチ140キロという恵まれた体格で日本とアメリカで大人気だったキラーカーン。キラーカーンは大相撲を辞めた後、1971年に日本プロレスに入門します。その後、新日本、全日本、アメリカでトップヒールとして活躍しました。アメリカではあのアンドレ・ザ・ジャイアントともライバルでした。有名なのは1981年5月ニューヨークで行われたアンドレ・ザ・ジャイアント戦でフライングニードロップを見舞って骨折させた試合です。アンドレ・ザ・ジャイアントの足を折った男として世界中にその名が知れ渡りました。その後のアンドレとのライバルストーリーはアメリカのファンを熱狂させるものでした。アメリカのプロレス界については大好きだったカーン。しかし日本プロレス界については不満があったそうです。当時の団体は分裂や離散集合の繰り返し、アントニオ猪木、坂口誠二、チョウ・シュウリキとの確執もありました。特にチョウ・シュウリキについては、チョウ・シュウだけは許せない、あいつと同じ職業ということに嫌気がさしたんだと語っています。試合を作るのはヒール、ヒールが悪ければ悪いほどお客が盛り上がると自分がヒールであることに誇りを持っているカーン。そしてプロである以上信頼関係も大切にしてるのです。それはアメリカでのプロレス生活で深く学んだみたいです。アメリカのプロレス界では嘘をつかないことがまず必要だ。その次に会社の求めている役割とか立場を心得てお客さんが喜ぶ試合をしないとダメなんだ。必ず立場や役割があるんだよ。それを無視して俺は強いぞと意気がっている選手はまず上がれないと、信頼と役割が重要だと語るカーン。キラーカーンは相手との信頼関係を無視して自分だけがいい格好をするレスラーが嫌いなのです。特に嫌っているのが新日本プロレス、全日本プロレス、ジャパンプロレスで行動を共にしていた後輩、そうチョウ・シュウリキです。もともとあまりよく思ってなったチョウ・シュウのことを嫌う理由になった事件があります。1986年全日本プロレスで行われたチョウ・シュウとのシングルマッチです。ある日ジャイアント馬場に呼ばれたキラーカーン。小沢、チョウ・シュウリキとのシングルマッチを組んだ。悪いが小沢、負けてくれないかと負け試合を頼まれます。実はキラーカーンは当時からチョウ・シュウリキのレスリングが嫌いでした。スタン・ハンセンのパクリのラリアットを連発して試合内容もいつも同じ、相手のいいところを引き出せないのがチョウ・シュウリキの戦い方。キラーカーンにもアメリカでトップを張っていたプライドがあります。いいですけどラリアット一発じゃ負けないですよ、3発4発受けて負けます。そんな感じでブックを飲んだらしいです。実際にその試合、キラーカーンは2キラリアットを連続で受けて負けています。いい試合ができたと思い納得していたキラーカーン。しかし後日その試合の映像を見たカーンは怒り狂うのでした。キラーカーンの必殺技であるトップロープからのニードロップを受けたチョウ・シュウはポールを返すとリングの外に逃げて一息入れる約束でした。カーンのニードロップからのポールをワンツーで肩を上げるチョウ・シュウ、
ここまでは良かったのですが、長州はリングに倒れたまま、まるでこんな技は聞いてないみたいに観客に向けて右手の人差し指を突き上げて左右にフルジェスチャーをするのでした。その映像を見たキラーカーンは、相手選手のフィニッシュホールドを大勢の観客の前でバカにするなんてありえないよ。そのことを試合中に分かっていたならばふざけるな、お前のラリアットなんて聞いていない、と怒鳴りリングから降りたよ。そのまま控え室に戻ったさ。そんな試合は放棄だ。ババさんなら許してくれたんじゃないかな。プロなんだから試合中にやっていいこといけないことがあるわけ、と今でも怒っています。自分も持ち上げて相手も持ち上げて試合を作る。キラーカーンはアメリカで習ったプロとしての心得を大切にしています。長州はレスラーとしても人間としても三流だとカーンは言います。その後キラーカーンは全日本から新日本に戻り、さらにアメリカマットでも再び活躍し始めます。ハルク・ホーガンらトップレスラーと対決し、いつも会場は満員だったそうです。年齢も30代後半のカーン、まさに絶頂期でした。しかしそんなキラーカーンは突如として引退してしまいます。原因はプロレス界が嫌いになったことです。アメリカに遠征中のカーンにある情報が入ります。ジャパンプロレスが解散したと。その原因はリーダーの長州力が新日本に戻ったことだったのです。しかも長州は2億ほどの金を積まれ戻ったと知ったのです。スポンサーからお金を出資してもらい頑張っていたジャパンプロレス、それをリーダーの長州が2年やそこらで奥の金を積まれ新日本に出戻り、キラーカーンは気力を失いました。金金金、もうプロレス界が嫌になった、と語るカーン。WWF の代表のビンス・マクマホンに引退したいと告げます。カーンのことを買っていたビンス・マクマホンは当然引き止めようとします。今ユーはハルク・ホーガンと試合をやってお客さんが一番ヒートしている時だ、うちの会社としてもユーは絶対に大事なんだ、日本のトラブル、アメリカのトラブル、すべて俺が解決してやるからアメリカに残れ。しかし嫌気がさしたら仕事をきっぱり辞めるのがキラーカーンという男です。もう引退したらリングには二度と上がらないから辞めさせてくれ。意志の固いカーンにビンス・マクマホンはしぶしぶ引退を認めるのでした。ちなみにこの時ホーガンをはじめ他のレスラーたちもカーンを引き止めてたそうです。カーンはアメリカでファンからもレスラー仲間たちからも愛されてたのです。引退してからもアメリカからオファーがあったり、電流からは目の前に8000万積まれて復帰してほしいと言われたそうです。しかしカーンは復帰することはありませんでした。引退後カーンは居酒屋を経営しています。日本プロレス界に足りない義理と人情でお客さんに慕われています。かつて試合で怪我をさせてしまったライバルアンドレ・ザ・ジャイアントは、小沢は店をやっているのか、言うなよ、今度俺が日本に行った時小沢の店に連れて行けよ、驚かすから、と亡くなる前に言ったそうです。アンドレが亡くなった時その話を聞いたキラーカーンは泣きじゃくり、朝まで一人で飲み明かしたそうです。義理と人情を大切にするからこそ外人レスラーには信頼されてるのでしょうね。ちなみにジャパンプロレスの一員として全日本に参戦している時、長州力に裏切りのニードロップを炸裂させたことがあります。そのシーンを実況していた若林アナは叫びました。恩知らずのキラーカーン。その後しばらく若林アナは若林、恩知らず、ケンジと呼ばれていました。本当に恩知らずなのはキラーカーンではなくてあの人なのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。
皆さんのご意見、ご感想や知っているエピソードがあれば、ぜひコメントをしてください。今後もプロレスのディープなエピソードを投稿してまいりますので、高評価、チャンネル登録をお願いします。